フィラデルフィアユニオンとは北米プロリーグのメジャーリーグサッカーに加盟しているサッカークラブである。ホーム拠地はアメリカ合衆国の東部ペンシルベニア州の都市フィラデルフィア。ホームスタジアムはタレンエナジースタジアム。2008年に創設。2010年シーズンより MLS に参入する。2010年3月25日 MLS 参入初戦となる。 シーズン開幕戦は、シアトルサウンダーズ FC に2対0で敗れる。2010年4月10日、フィラデルフィア・リンカーン・ファイナンシャル・フィールドで行われた、初のホームゲームで、DC ユナイテッドに3対2で勝利。チームとしての初得点、初勝利となった。デラウェア側のホトリニタレインエナジースタジアムが建設された。収容人員は18,500人。サッカー専用スタジアムである。 2010年6月27日オープンした。それまではリンカーンフィナンシャルフィールドを使用していた。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。